地社長の華麗なるカレーナイト。はい、こんばんは。18時になりました。マリ社長の華麗なるカレーナイト始まります。本日19回目でございますけれども、さてさて皆様、私も今日ね結構バタバタしてて、何を喋るかもちょっと何も考えてないまま来ちゃったんですけども、今日のゲストさんは過去初すごい多いメンバーで4名いらっしゃるんですよ。だけどここ4名入れないんで、前半後半に分けてお二人ずつ来ていただこうと思っておりますけれども、さあ今日はどんなゲストさんが来るんでしょうか。楽しみですね。というわけでですね、はい、ツイッターのコメントでございますけども、こちらにですね、アットマークアズパン FM、 こちらの方にリプライの形で、質問とかなんかコメントとかあったら、ぜひぜひどしどしいただければその場で読み上げますので、皆さんのコメントお待ちしております。はい、ドフドフドフつって、はい、そしてですね、こちらのスタジオなんですけれども、トレイルフレッシュ、毎回説明しておりますけれども、オゾンとイオンのパワーで脱臭除菌をしておりますので、コロナ対策バッチリでお送りしております。さてまだね、1分しか経ってないんですけど、ちょっと今日結構爪な感じなんで、早速ゲストさんを呼んじゃった方がいいんじゃないかなと思っておりますので、じゃあまず前半のお二人のゲストさんをね呼びますけど、今日アイドルですよ。実はアイドルやばくないですか。でも私ついていけないかもしれない、この若い子たちどうすんのっていう感じで、ちょっと楽しみなんでね、いろいろ何を話すかも決めてないですけど、いろいろとちょっと突っ込んだ話聞いていこうかなって思っております。じゃあ呼びましょうか。さてさてはい、グループ名っていうのかな、グループ名でいいのかな、はいグループ名が IMGL 東京さんっていうアイドルグループなんですけどもね、こちらの方々は早く呼べよって感じでしょ説明すばかりしない、早く呼べよって感じ。こちらの方はですね、キングレコードさん所属の、アイドルグループ。じゃあ、もうスタンバイされてるんでね。まずはお二人から呼びましょう。おさきえるさんと、ごめんなさい。なぜばなるさんです。お二人です。どうぞ！イェイ！すごい！何？どうしよう、私。あ、すごい！なんか、お願いします。ちょっと緊張してるんですけど私たちもすごい緊張してます。緊張してる上に名前が覚えられなくてカンペありますここに本当にちょっと、ね、特殊な名前なんですね。そうですよね、はい、じゃあちょっとどうしようかな、紹介した方がいい。そうですよね、そうですよね、長いんですか、はい、長いです長いらしい。じゃあはい、おさきえるさんからお願いします。はい、紹介させてください。はい、IMGL 東京のしっかり者の頼れるリーダー、オレンジ色担当、おさきえるです。おさきって呼んでください。せーの、おさき。違うの、違うの、何なの何なのついていけない、どうしよう、もうついていけないせーのっつったらおさきじゃないの、おさきって言っていただくのが正解なんですけど、うん、正解、みんなにポンコツって言われてるんですね。ポンコツなんですか、実は。ポンコツじゃないはずなんですけどね。これあれですよね、なんかちょっと画像をねいただいたのを見た、はい、センターですよね。あ、そうなんです、ありがたい。センターですよね、年功序列でセンターやってくれてる感じですね。そんな感じ、はい、そういう感じなの。続いたら私だけ GL 4年生ですかね、うん、あ、長いんですね長いんです、続いたらもうちょっと年齢は永遠の17歳ってことにさせてください。永遠の17歳らしい、はい、です、はいはい、ではなぜばなるさんお願いします。はい、世界で一番愛されたいみんなの妹、ブルータンとなせばなるです。なるるって呼んでください。さん、はい、なるるお兄ちゃんお姉ちゃん、今日も見守りに来てくれてありがとう、大好き、かわいい。アイドル、アイドル、アイドルなんです。めっちゃアイドルじゃないですか実は
明日デビューする新メンバーなんですよ。はい。あ、そうなの？私以外の今日来てる3人は明日デビューする3人なんです。はい、そうなの？あのお客様の前に立つの初です。待って。いろいろ分かってないままこの番組始まってるんで、もう説明をちょっとずつしていってもらわないと、はい、そもそも今会うのが初めてじゃないですか。そうなんですよ。初めまして。初めましてなんですよね。お願いします。そうなんですよ。でってことは私が誰かもよく分かってないじゃないですか。そうですね。ほら、カレーを作ってる人ぐらいの。あ、そうなんです。カレー作ってるんですよ。あの神田ってカレー屋さんをやってるんで、あの今度食べに。え、行きたいです。カレー好きですか？カレー好きです。カレー好きです。でも辛いカレーは苦手なんですね。あ、甘口もできるで。あ、じゃあもう全然いっぱい食べます、はい、そう。だからこの番組の中でもちょっとだけ、まあ、カレーの話とかも入れたりしていきたいと思うんですけども、ちょっとね、あのお二人時間と大丈夫か。私たちも何分で交代なのかとか何も聞いてない。聞いてないの？嘘でしょ。本当にほぼほぼ打ち合わせしてないっていう。あ、じゃ あ, あの大丈夫ですね。はい、なんとかなる。なぜばなる方がいらっしゃるので なるっていうね。あ、そうですか。じゃあ活動とかはどんな感じで今やられてるんですか？まあ、ご時世なので、まあ、ちょっと少ないんですけど、うん、あの安全に配慮しながらライブをやらせていただいたりとかがメインですね。あとは各々がそれぞれ、うん、まあ、この今コスプレしてる、変身してるんですけども、うん、変身前の姿で、配信を毎日やってます。何配信？媒体は本当に人によって様々で、ショールームやってる子がいたり、ポコチャやってる子がいたり、ミクチャやってる子がいたり、それぞれも、はい、それぞれ個人個人でやられてるんです ね、はい、ですね。じゃあグループとしての活動はそのライブだけ？そうですね、ほとんどライブがメインですね。あ、ラジオに出させていただくのは初めてかもしれない。うん、おお、私が知る、私が所属してからは初めてだと思います。そうなんですね、はい。ってことはもちろん初めてって感じですか？もちろん人生初めてです。あらららら、なんならあの出てくるの初めてです。あ、そうですね。まあすごいですね。そうなんですね。待って、じゃあこの色決めみたいなのって、自分でするんですか？私何色がいいみたいな。基本的に何色がいいから始まるんですけど、実際に被ってみて、まあプロデューサーが、社長なんですけど、うちの事務所のプロデューサーが似合う似合わないで選んでます。もともとちょっと裏話なんですけど、昔もともと名前に桜っていう字が入っていたので、なんかピンクがいいって話があったんですけど、まあ、メンバーでもいたりとか、あと私がオレンジ以外似合わないっていう、オレンジ嫌いなんですよ。嫌いなのに。オレンジ嫌いなんですけど、オレンジしか似合わなかったので。でも似合ってますよ、ね。ありがとうございます。これ地毛ですか？とかボケてみたりする。見せられない企業秘密なんですかと。ナルルはもともと紫がいいって言ってて、で、まあ、この後出てくるんですけど、はい、ユキシャテリアのワンワンがですね、ワンワンって言うんですか、ワンワン、ワンワンが水色がいいっていう話があったんですよ。で、かぶせてみて、似合うけどなんか違うよねってなって交換したらハマったので。すごい、なんかアイドルの裏話。めっちゃ裏話。こういうの喋って大丈夫？あ、全然大丈夫です。気を優しいないので私たち。そうなの、はい、そうですか。で、今日はですね、実は、まあ、顔出しはしないんですけども、こちらに私の番組の回のね、応援をしてくださってる方がいらっしゃっておりまして、そう、手振ってあげて、手振ってあげて、カメラに向かってTさん、そこに、何嫌がってる、めっちゃ嫌がってる。これ実はですね、番組応援の会っていうのがございまして、はい、ここでまあいきなり説明なんですけどもね、はい、この私のマリ社長の華麗なるカレーナイトっていう番組の応援をしてくれる方っていうのを募集してるんですよ、はいはいはい、でそれに入っていただくと生放送見学できたりとか、番組 MC とのイベントとか、放送中テレビ電話とか、いろんなことが、まあ、特典がついてくる。すごいですね。で、まあ、今のところですね、この私の番組の応援の方、ちょっと把握、何人かわかんない、20名様近く、すごいですね、入ってくださってるらしいんですね。で、一番最新入っていただいた T さんが今日は来ていただいて、すごい、ありがとうございます。すごい、さっき芋けんぴもやってきてくれて、ありがとうございます。美味しくいただきますね。なので、そうなんです、抽選で
はい、抽選で、一番新しく入ってくださった方が当たった、まあ、観覧できる方、まあ、お一人かな、お二人か、まあ、二人かな、このスタジオなんか狭いので、はい、そうですね、まあちょっとね、まあ基本一人か二人ぐらいが観覧できるよっていうのが、うん、最新すごい、すごい、そうなんです、素晴らしい。でこの応援の会、ぜひぜひまだまだ募集しておりましてですね、こちらですね、ここ見えるかな、はい、アズパートマークアズリンクドットコムまでメールをいただきますと、マリ社長の彼なる彼ないと応援の会に入会したいですっていうメールをください。そしたらスタッフの方から返信がいくと思うので、そしたらはい、入会できますのでお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、時間経つの早いんですわ、本当にこの番組。もうそんな時間ですか。そうね、あの まだもうちょっと大丈夫なんですけども、あ、さあどうしましょうかね。突っ込んだ話聞きたいんですけど、全然あの基本 NG ないので。すごいですね、アイドルって NG ないの、はい、NG が特殊な感じですね。先輩方は2階でキャンプされたりしてました。2階でキャンプ、はい、大丈夫。いや大丈夫はないですね、まあ、あの DVD 販売されてるのでぜひ購入いただけると。はい、そうなんです。待って、そもそもおさきえるさんはリーダーなんですか。そうですね、一応リーダーです。リーダーさんなんですね。で、でもなせばなるさんは一番最新メンバーじゃないですか。はい、です。下っ端？下っ端ですね。下っ端です。パン買ってこいみたいな。ちなみに年齢も一番下で、はい、最年少メンバーですね。年齢とか公開は？あ、全然大丈夫。あ、まあ、一応してるんですけど。カクカクって、はい、ちょっとこの間社長にそろそろ言うのをやめろって言われて、ね、あ、そうなんですね。そうなんですね。なせばなるさんは年齢言えちゃったりします？大丈夫です。何歳ですか？19です。若い、若いんですよ。若いんですよ、未成年なんです。お酒飲めない、飲めないんです、あと10ヶ月。若いっていいな。若いっていいですね。そうなんですね。じゃあじゃあ聞いていいですか。一人暮らしですか、実家とかですか。一人暮らしです。私友達とルームシェアしてるんですね。おー、そしたら、まあ、ちょっといきなりカレーの話に無理やりつなげるんですけども、はい、自炊はしてますか、お二人。して気が向いたら程度してないです。友達の女子力が高すぎて。友達が作る、はい、もうなんか私ダークマター製造機なんですけど。何ですかそれ。何を作っても壊すんですよ。すごいですね、はい、全てをほっといちゃう。いや普通に見てるんですよ、うん、見てるんですけど、うん、外側が焦げて中が生のままになってしまって、うん、食べれたものじゃないので、まあ見かねた友達が作ってくれるようになって、うんうん、なるほど、はい。あ、それを食べてる常に。すごい、なんか楽ですよね。楽ですね。美味しいですよ、もう。美味しい限りです。帰ったら美味しい料理が待ってます。すごいですよね。嬉しいな。あ、そうなんだ。そうなんです。じゃあその中でカレーは出てきましたか。あ、出てきました。一昨日ぐらいカレーでした、ね。もう何カレー？あれなんだろう。何カレーっていうの？何が入ってました？多分お肉が入ってました。でもちょっと甘口で、多分私辛いもの好きなんですけど、おうおう、カレーの辛いのは苦手なんですよ。あー、はい、ちょっとスパイシーな辛いのがちょっとダメな、ね。なんで多分私に合わせて甘口で、うん、甘口で、あー、お子ちゃまだ、この人。苦味様って感じですね。なるほど、そうなんだ、はい。なぜばなるさん、カレー作ります？カレーは作んないんですけど、レトルトカレーはなんかもらったものが家にあるので、うんうん、でもすごいんですよね、今のレトルトカレーってすごい美味しいんですよね。美味しいですね。そうなの、本格的なんですよ、はい。私もね、レトルトなんかそう、カレー屋さんが作ってるカレーをレトルトで普通に売ってるんですよ、うん、今。はい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 。でなんか、まあ、食べてみたいなと思うんですけど、食べないんですけど。食べないんですか。食べないんですね。食べないんですけど、やっぱりね、すごいみんな美味しいって言ってて、うんうん、何カレー好きですか、ちなみにレトルト。お肉が入った感じ。あ、そう、みんな肉好きみたいな。みんな肉、若い子はみんな肉好きっていうね。お肉美味しいです。お肉美味しいですね。そっか、あんまでは、こだわりとかはないですよね。ないですね。こうなんかスパイスいっぱい効かせたいみたいなのないですよね。わかんないですよね。でも
好きな順で言ったら、うんうん、チキンカレーが一番好き。ああの普通に鶏肉が好きなんですよね。あなんか豚とか牛とか。いいね、はい、いいね。チキン定番のチキンカレー。あーっつって。ああ私豚の方が好き。あちょっとすみません、これ取ってもらっていいですか。はい。すみません。なるほど、そうなんですね。はい、じゃあツイッターコメント来ましたので読ませていただきます。マルピスさん、マリ社長お疲れ。参考体制でしたが、 2.5 次元アイドル皆様へようこそいらっしゃいませ。インスタフォローしたけど2019年で終わってましたが大丈夫ですか。私はインスタが主なのでよろしく。おいやる気あんのか。いやちょっとこれはちょっと深い事情があるんですよ。言い訳させてください。どうぞどうぞ。まあ、社長が、まあ、プロデューサー兼社長をやらせれてるんですけど、もともとメンバーだったんですよ、うんうん、でその社長がまだいた時代は結構あの頑張って更新してたんですけど、その社長が卒業した後にですね、まあ、メンバーの改編とかがありまして、まあ、手が追いつかなくなってしまった。追いつかなくなった。しかもこれマネージャーやるしかないじゃないですか。そうなんです ね、あの新メンバーが入ってきた時に、うん、SNS を強化しようというお話になりまして、うん、まあ、実は、うん、あのまだ全然あの言ってなかったんですけど、言ってなかったんですけど、実はあの11日から各 SNS あのそれぞれメンバーが担当を決めて動き出しますので、うん、おっと、はい、これからだ。11日からあの、うん、ね、たくさん更新が増えると思いますので。明後日ですか。明後日です、はい、明日デビューライブなので。明日デビューライブ、はい、デビューをした後からバーッといろいろ。ちょっと待って、デビューライブってどこでやるんですか。川崎にあるクラブチッタさんですね。あすごい大きいとこです。あのあ映画館とか。チヌチッタのあるところ。あそうです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 。あそこにあるすごい大きい。え何人くらい入るんですか。何人だった。2000人。めちゃくちゃ入るよね。それで。でも今あれですか。コロナが300人。うん、それでもすごい。って書いてあった気がする。でも300人導入はもう確定してるってこと。いや、確定はしてないです。来てください。来てください。お願いします。ね、あのね、ね、あの、Tさんね。はい、Tさん、もう押したら来てくれるかもしれないです。よろしくお願いします。お願いします。待ってますね。Tさん絶対応援してくれるから。来てくれますか？な、何言ってるか分かんない。喋ってもらって大丈夫です。え？タイマン晴れ？何？台湾ライブ？あ、そうなんです。あの私たちも調べてんじゃん。調べ上げてます。ありがとうございます。台湾ライブなんですか？そうなんです。実はあの他のユニットさんたちも出演されてて、うん、その中で私たちがね、20分ほど枠をいただいて出演させていただいて。20分見に行ったらいいじゃん。朝10時からすごい詳しいんだけど。めちゃめちゃ詳しい。でも私たちのでもあの夕方。他にアイドルいっぱいある？いっぱいいる？GL のお目当てでぜひぜひどうか。もうあれですよ、これ後でもうあのガンガン攻めてあげる。ちなみにあの特典はユニットチェキです。ユニットチェキだって。そうなんです、ユニットメンバー全員と一緒にチェキが取れちゃう。すごいですね。そうなんです。これはチェキ無料なんですか？チェキって基本的にチェキは、1枚1000円かかるんです。あ、そうなんだ。でユニットチェキは実は3000円かかっちゃうんですけど。へー、それでもねいいですよね。 それがなんと特典で0円。あ、これ行くしかないわ、はい、T さん。これは来るしかないですよ。これ来るしかなんかよくない。なんか言ってる。後で攻めてあげてください、ね、はい、うん、芋けんぴいっぱいくれる。ちょっと内輪話みたいなんですね。大丈夫ちなみにこの GL って何ですか？ゴシック&ロリータの略。ああ、そういうこと、はい、あ、そうなの。そうなんです。愛と夢を持って、サブカルチャー、アニメ、うん、ゴシック、ロリータを東京から世界に発信するユニットという意味です。贅沢じゃない。そうなんです。めちゃくちゃ贅沢なんです。へえ、そういうことなんですね、はい、コロナになる前、うん、社長がまだメンバーだった頃は、うんうん、あの海外にも遠征させていただいたりしてました。どこまで行きました？私は中国ですかね、うん、中国台湾行ってて、うん、私の前のメンバーは、ヨーロッパ
ッパ方面まで行ってましたね。ドイツとかフランスとか、あっちの方も行ってました。えってことはナセバナルさんもこれから。そうなんですよ、世界に羽ばたく世界にアイドルになるんです。あそうなんだ、楽しみですよね。すごい楽しみです。いろんなとこ行きたいですよね。行きたいですね。どこ行きたい、ね、うん、外国、うん、外国やんな。日本から出たいらしいです。日本から出たい。ヨーロッパら辺行ってみたい。あちょっとヨーロッパなんてちょっと高貴じゃないですか。オシャンティーな感じで、オシャンティーなとこ行きましょう。ね、目立っちゃいますね完全に。もう本当にこの格好で突然あの美術館の前とかで踊ってたりしたんで。本当にもっとどうなんの、そうなると寄ってくるんですか人って。あ寄ってきます、寄ってきます。で中国の時だとあの本当は踊っちゃいけないとこで映像撮りながら踊ってたっぽくて警察に追っかけ回されました。ダメじゃん、ダメじゃんそれ、マジか。はい、じゃあちょっとコメントまた来ました。小田地さん、はい、はい、マリ社長いつも美味しいカレーごちそうさまです。え、アイブムこれ間違ってんぞ。アイブムって書いてある。アイブ GL 東京のお二人にはカレーの話ではなくカレーのお話を聞きたいです。やはりアイドルだからカレーの話は NG ですかね。でも聞きたいな。単純にいないですね。ないですね。恋愛系の話って。なんかうちは事務所としては恋愛 OK なんですよ、うん。あ、そうなんだ。そうなんです。うん、その、まあ、恋人がいた方が表現に幅ができるよね、うん、みたいな話で、NG ではないんですけど、うん、単純に暇がないですね。忙しいですよね。やっぱアイドルって忙しい。そうなんですよ。なんかそうね、多分そう。だこういうライブだけじゃなくて、そういう配信とかもやってるからなおさらですよね。そうなんですよ、ね。時間ないわそんなみたいな。私たち基本。うんうん、1日まあ5時間とか全然配信してて、で練習やったり、うんうん、ライブがあったり、うん、こういう収録出させていただいたりっていうのがあるので、まあ24時間足りてないんですよ、ね、足りてない。そうですね、寝る時間大丈夫ですか。あ、ギリギリギリ。何時間寝てんの。日によりますけど、ね、今日はよく寝れた方だよね。私今日は3時間寝てないじゃん、死んじゃう。私5時間ぐらい寝た。少ないえ、よく寝れた方です。そうなんですね。やつれないでくださいね。いっぱい食べていっぱい寝た方が。そうですよね。だってほら普段踊ってるわけでしょ。はい、体力もね。あ、もう本当に若い子たちの体力が有り余ってて。若いでしょ。いやそこは触れるなみたいな。まあ、そこ触れてくれるなみたいな感じですけどね。そうかそうか。いやでもアイドルやってる時点でもう体力は絶対あるんですよ。だ限界になったらもう引退するからみんな。まあ、確かに。ね。ですよね、はい。まだ踊れますよね。ギリギリ踊れてますね。あと5年はいけでしょ。いや、3年くらいじゃないですか。あ、3年くらいじゃないですか。あ、本当に。まあ、でもね、長く続けてほしいですよね。せっかくオレンジセンター担当なの、うん、頑張ります、ね。後輩たちに取られないように。この立場を取られないように。センターの座を。センターの座。そうなんだ。なんか、あれですよね。誰かが言ってたんですよ。なんか、セーラームーンみたいだよねみたいな。ああ、うん、確かに言われましたね。なんか、うん、衣装も可愛いんですよ。ね、結構しっかりしてるって言い方は変かもしれないんですけど、うん、衣装にお金かけてるんです、ね、うち。しっかりしてますね、はい。いいじゃないですか。可愛いんですよ。可愛いんです。そっか。これ実はもう1パターンあったりして。あ、そうなんですね。はい、これが取れて、うんうん、なんかふわふわがいっぱいつくパターンがあったりとか。それはライブでやっぱりこう、はい、お着替えみたいな。そうです。長いライブの時は、うんうん、これと、うん、もう1個パターンとみたいなやったりします。なるほど。わかりました。はい。ではですね、もうせっかくも来ていただいたのもお時間なんですが、早い後半の2人を呼ばなければ後半の2人がもう短くなってしまう。ちょっと後半の2人も口が軽い。あ、口が軽い。ちょっと楽しみにしてます。私ちょっともうベラベラ喋ってもらって、はい、ね、はい、放送禁止用語だけは言わないでっていうのを伝えます。そうですね、危ないことは言わない。生放送なんでね、これ。お願いしますよ。初めてなんで、ね、出るのが2人が、はい、
ではでは、じゃあ、お二人が入れ替わる間にですね、ちょっと動画の方をさっきいただいたので、はい、ちょっとそちらを見ていただいて、視聴者の方に見ていただいた間に、入れ替わりお願いいたします、はい、ということで、はい、今日の前半ゲスト、おさきえるさんとなせばなるさん、ありがとうございました。ありがとうございました。でしょう。実はですね、これ今動画を見てる間に、皆さんちょっと入れ替えタイムということで、また今回もですね後半に入りましたけども、これもまた呼び込みの形でちょっとお送りしたいと思います。じゃあ後半ゲストお呼びしましょう。アマギラス大神さんと有機者テリアさんの2人です。どうぞ。イエーイ、はい、おー、黄色と紫きた。黄色と紫。よろしくお願いします。またこれまたちょっと違う感じですね。やったすごいですよね。このどんな感じですか。じゃあ何から聞こうかと思って今テンパってきちゃったんですけどもはい、色あるじゃないですか、自分の色、はい、イエロー担当、パープル担当、でもなんか目の色は緑ですね。私青ですね。ここから落とす。なるほど。この目の色は選んでるんですか、自分で。それも決まってる。なんか髪の毛の色と目の色を一緒にすると、うん、ちょっとなんか違和感が出るから、うん、できるだけ反対の色にしようみたいな。うん、そうなんですよ、うん、できるだけ。なので、うん、私もなんだろう、アニメキャラとかを見て、うん、いろんなそう紫色の髪はどういう目の色してるのかなとか、そういうのを、うん、そう、分かる、めっちゃ調べた、研究してすごい、うん、考えました。あ、そうなんですよ、うん、ではですね、ちょっと自己紹介お願いしましょうか。じゃあ、はい、イエロー担当天平大神さんの方からお願いします。はい、じゃあ行きます。はい、神様の言うことは絶対絶対今日も世界を創造中イエロー担当天平大神です。みんな私のこと神って呼びなさい。せーの、神よろしい。かっこいい。あれだ、その声低い担当だ。そうなの、めっちゃ声低いんですよ私。低い系担当だこれ。びっくりするよ、声低いんですよ。かっこいいですね。ありがとうございます。あの、なんだっけ、あ、でもこれ言うとなんかあれなのかな、ももクロとかでもありますよね。あの最初のメンバーの なんだっけ、何色、水色の子ですよね。そうあかりちゃんみたいな名前だかな、そうかな、があの声低い感じで、やっぱりそのなんかわかんないですけど、それアイドルグループっていきなりドンって声が低い子が一人入ってくるのかなっていうイメージが。そうなんだろう。でもなんかインパクトありますよね。確かに。そういうでもなんか4人の中じゃ一番なんか声わかるよね。うん、わかるわかる。一番立っててバレちゃう。そう、遠くから来てもすぐにわかる。ああ。あ、今日僕から来たの分かる。今日も来た。あ、来た。あ、でもレーズン分かりやすくてね。一発で分かるじゃん。イエロー来たわ、みたいな。なるほど。はい、じゃあ、有機者テリアさんお願いします。はい。あなたの愛犬、紫色担当、有機者テリアです。ワンワンって呼んでください。お願い。ワンワン！私のご主人様になってくれますか？はーい。はーい。え、じゃあ待って待って。ワンワン
ワンって何ですか？ワンワン、あのヨークシャテリアっていうのが、うんうん、あのヨークシャテリアのもじったもので、そう、私のなんか性格っていうか、うん、なんだろう、行動すべてがなんか、うん、メンバーにはそう、犬みたいって言われて、犬っぽいんですね。そうなんですよ。可愛いじゃないですか、こんなの犬。なんか、うん、あのこの変身する前の、うん、あの糸水由紀穂っていう彼女がいるんですけど、はい、もうその子のもう全てが犬にしか見えないっていうことで。そうなの。そうなんですよ。何が犬なの？なんか元々なんか雪女とか、うん、はいはい、そういうのにしよう、かっこいい路線で行こうって言ってたんですけど、なんかもう。いつも見たらハーってやってるから、いやアホな子みたいな、ちょっと若干アホな子だから、それが犬っぽいっていう感じ。そうなんですよ、ワンワンなんだ。そうなんです、ワンワンっていう。でもいいじゃないですかね、これまた相性が、ワンワン、ワンワン、なんだこれ。はい、じゃあ、コメントいただきました。マルピさん、これから渋谷行くので、あとは小田地さんと佐藤さんにお任せします、頼んだぜって。これからですね、このさっきもコメントいただいたマルビさんなんですけどもね、なんか渋谷行くらしいんで、あのなんかこのコメント、ツイッターコメントから外れるみたいな、わざわざ、わざわざ、わざわざちょっとくれましたけど、そうなんです。なんかいろいろとね、さっきもコメントをいただいたんですよ。ちょっと見てました、さっきの前半の方って。あのさっきは申し訳ないんですけど、うん、水色のなせばなるがめっちゃ緊張してて、うん、顔緊張してきちゃう、どうしようって、すごいよ、引きつってるよ、マネージャーさんみんなでちょっと笑ってました。緊張しますよね、でも最初の方がね。わかるわかる、しょうがないですよ、だって初めてですもんね。初めてです。お二人でですね、初めてですか？でも人生初めてのラジオ出演です、ね、しかもこれあのインターネットラジオってね、顔出るやつですから、声だけだったらまた違うじゃないですか。そうですね、でも全部表情見られるし、確かに、なんかちょっと新鮮な感じで、ね、そうなんです。まあちょっとこれも体験の一つとしてね、はい、ありがとうございます、はいはいはい、で 2.5 次元アイドルってどういうことなんですかね。私これはてなって思ってたんですけど、あの 2.5 次元っていうジャンル自体ご存知ですか？わかんないです。あ、なるほど。そっからそっから、自分たちが生きてる次元って3次元じゃないですか。でアニメにの世界が2次元じゃないですか、うん、で3次元の人と2次元の人を合体させたら 2.5 次元なわけですよ、うん、だからコスプレイヤーさんは 2.5 次元みたいな、うんうんうん、あ、そうなの？そうです、そうなんですよ、そういうことなの、はい、次元の狭間にいる人たちの 2.5 次元って言うんですよ。へー、え、でも何次元まであるんですかね。いや、基本2次元と3次元ですね、うんうんうん、4次元はあのドラえもんのポケット。あ、そうか、そういうことか。あ、じゃあちょっとこれすみませんね、はい、なるほど、はい、じゃあツイッターコメント来ました。小田地さん、アマギラス大神様めっちゃタイプです、彼の話は聞きたくない、いたらショックだからので、好きなカレーを教えてください。、はい、めっちゃタイプらしいでしょ。やったもう中身知ったら残念だと思わないでください。好きな彼の話は聞きたくないらしいの でカレーをね、カレーとかけてきました。私カレー屋さんなんで、はい、そう、カレー、好きなカレーを教えてください。ちょうど好きなカレーの準備だけはしてたんですよ、うん、おー、いいねいいね。キーマカレーが大好き。うちキーマカレーあるから食べに来て、やったー、そう、じゃあせっかくだから、はい、ゆきしょでワンワンにも聞こう。あ、ワンワンはそうですね、インドカレーが、あ、そうなの、最近すごいハマってて、なんと一緒に食べるいいカレーが本当大好きなんです。あれですか、バターチキン、あ、そう、バターチキンとかグリーンカレー、そう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 、ね、うん、あれ美味しいんですよね。美味しい、あんまりそのカレー屋さんで食べるっていうないでしょ、ないから、うん、給食に出たら気になる。確かに確かに、給食でキーマカレー出てるんですか？あ、出ましたね、うん、出ました出ました。え、それどんなひき肉のカレーで、ってことですよね。そうです、ね、もうなんかひき肉と人参しか入ってないみたいな。人参も入ってんだ。人参と玉ねぎぐらい入ってない？そのぐらいかもしれない、うん、気がする。そうなんだ、でもそれ美味しかったですか？え、なんか給食って特別な感じしません？うん、なんかもう
何出てもうまいみたいな。そう、私ね、ちょっと待って、給食で食べたことない。え、そうなんですか？そう、すみません、すみません。そうなんです。給食経験が一回もなくって、ずっとお弁当だったの。ああ、そっかそっか、お弁当。だから、給食ってどういうのが出てくるっていうのが知らないんですよ。でも文句つけたいのとか何個かありますよ。例えばなんか大根と牡蠣となんか大根と牡蠣の酢の物とか言われてきて、いや大根と牡蠣は分けろよみたいな。あ、そうなんだ。なんか変なのミックスちゃたまに挑戦してきません？それ挑戦する子供でみたいな実験使ったのが思いやすくたまにある。面白いですね。でも給食ってでも何が出てくるか分かんないですか、メニュー決まってる。あ、でも1ヶ月の献立表みたいなの配りますよね。配って、なんかそれを大体放送とかで読み上げ られて、読み上げるのいらなくない？いらない気がする。分かんないんですけど、イメージなんですけど、パックの牛乳って絶対ついてくるんですか？私の時は瓶でしたね。瓶、私はパックでした。ちょ待って、ここ年齢差あるんですか？すごい。いや、もう全然ないです。ないです。全然。やっぱ学校の違い。地域が違うから。出身地が違うから。ああ、そうなんだ。ちなみに、出身とか聞いていいんですか？あ、書いてあるわ。熊本？熊本です。だから、かっこいい系なの。あ、でも、男勝りだねってめっちゃ言われます。そんな感じする。あ、そうなんだ。で、ワンワンは茨城県。茨城県です。そんな感じする。ワンワンは茨城県なんですけれども、茨城弁がさっぱりわかんないんですよ。でもそう、両親どっちも茨城の人ではなかったので、でも育ったのは茨城。育ったのは茨城ね。だから生まれは山梨、育ちは茨城っていう、でもちょっと、そう、特殊ケースですね。そうなんですね。そっかそっかそっか。あ、でもなんかここにあれですね、プロフィールが若干書いてあるんで、ちょっと言っていいですかね。何ですかこれ。天広大御神さん、映画を見ながら千羽鶴を折ること。これめっちゃネタでしょ。前って言われるんですよ。めっちゃネタでしょって言われるんですよ。なんか一回見た映画を真面目にもう一回見るってきつくないですか？きついです、きついです。だから、耳で聞きながら千羽鶴見て、千羽鶴を折って、いや見なきゃいいじゃん。いやでももう一回見たい、なんかハリーポッターを全部一回見たいなと思ったんですよ。8作品全部見たんだけど、ちゃんと見たいと、もう一回ね、もう一回見たいなと思って、でもさすがに時間もったいないってなって、千羽鶴千羽鶴折るかってなって。どうすんの、そのできた千羽鶴。うちの会社の契約書の書類の中に全部入れて。すごいすごいですね。いつもマネージャーに渡します。さすが神ですね、はい、神がかったことです。やることが違うんです。おお、ワンワンはゲームと御朱印集め。そうなんですよ。これあれだわ、さっきの2人のこれ全然読まなかった。今ここ来てこの2人のあれ見てるけど、御朱印集めやってるんですね。そうなんですよ。なんか そこにもありますよ、神社。そうなんですか。もうダメだ。もうダメだ。暗いから。暗いからダメだ。もうちょっと時間遅れでね。いろんなとこ行ってますか？いろんなところ行ってますね。もう今日、遠いところはもう京都とか。すごい。京都好き、神社っていう、なんか歴史が大好きだったんですよ、私は。だから神社巡りとかも大好きだったから、もう神社に行くためだけに京都行くとか。そう。なんか、そう、3ヶ月に1回ぐらいのペースで昔は行ったりとかもしてました。京都に。ガチだね。すごい。ガチだった。あ、そう。そうなんですよ。でもハマりますよね、ご主人集めて。ハマるんですよ。なんか最近って黒と白の世界だけじゃなくて、すっごいカラフルになってるんですよ。そうなの？そう。そうなんです。で、神社によっては、なんか季節限定とか、12月から12月まで月ごとに全然違う御朱印だったりとかするから。なんかアニメの絵みたいなの描いてくれる。そうなんですよ。そうなんですか？由来とかですか？そうなんですかね、あれ。なんなん？わかんないですけどね。アニメとかに出てくる神社とかが映ってたりとかする。ああ、あるもんね。そういうことなんだ。いや、でもね、いいですよ。御朱印集めはね。本当神社行って、こう、
ね、清められるじゃない。確かになんか空気感が違いますよね。そう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 、でちゃんと御朱印もらったっていう実感が湧いて、どんどん集めたくなるんですよ。どんどん清められたくなる。そうなんですよ。家にどんどん御朱印帳が増えていく。そう、増えていく。なかなか増えないですけどね、あれ1枚が結構な量はね。だ長いじゃん、こうなんか帯みたいになってて、パラパラパラみたいな。これ式なんだね。ノートとかじゃないんじゃん。ノートっぽいんだけど、こうパラパラパラって。私はなんかめくっていくタイプかなと思ったら。めくっていくんだけど繋がってるんですね。そう、繋がってるんですよ。全部繋がってる。あ、補強みたいなタイプですか。あ、そう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 。そうなんです。そういうことか。はい。そうなんです。あ、なんかコメント、あ、ちょっとすみません。はい。はい。はい、小田地さん。一瞬、アマギラス、大御神様の彼氏の名前がキーマかと思って一瞬ドキッとしました。アイブジール東京の名前の由来を教えてください。はい。名前のジール東京の名前の由来。そう。愛と夢を持って、ジールがガールって間違えられやすいんですけど、あ、そんな感じしますね。ゴシック&ロリータなんですよ。はいはいはい。さっきね、さっきお二人言ってた言ってた、ゴシック&ロリータって。で、愛と夢を持ってゴシック&ロリータをなんか広めていこうっていうか、もともとなんかボカロだったり、はいはいはい、アニメだったり、そういう日本のサブカルチャーを伝えていこうっていうのがもともとうちのメンバーのコンセプトなので、だからなんか愛と夢を持ってゴシック&ロリータひらめてこうぜって感じですよ。はー、うん、だそうですよ、ダニスさん。そう、私ね、今思い出したんだけど、はい、さっきのお二人に、はい、この時間内にやってもらわなきゃいけないことをすっかり忘れてて、おっとおっとおっと、あこれサインなんですけども、ここにね枠があるでしょ、ここに4人のサインを書いていただかなきゃいけなかったんですよ。あら、でこれを書いていただいたら、はい、これが視聴者プレゼント、おお、抽選で1名の方にやったやったプレゼントなんで、ちょっとじゃあうまい具合に4分割のうちの1つずつで、はい、じゃあ、 え、いいんですか、私がトップバッターで、神から書いてる、神様だからな、ね、センターを差し上げて神から書いてる。これリアルな話、昨日決まったんですよ、あのサイン、私のそうなんだ、メンバー全員多分昨日決まった、そう、昨日この土壇場で決まりました。すごい新鮮、これこれですね。そうなんですよ、これ当たった方は、だから初めて書く、あ、本当に、で多分初めて書いて誰かが超でかくてみたいな、ああ、大体それやるの私です。書く隙間ないみたいな。これ後のね、残りの書いていただく2人はね、ないじゃんスペースみたいな。めっちゃちっちゃく書くんですよ、なります、なります。なんなら今この防線の部分ミスって自分で今付け足してめっちゃ書いてる。練習不足だった。これじゃあまあでもね、はい、初サインとかですね。初サインですね。めっちゃ貴重ですね。え、待って、でもお二人はライブはされてないの、まだ。明日なんですよ。明日が初ライブ。そうなんです。デビューってこと？デビューライブです、明日が。T さんね、T さん押したら、あの、明日来てくれますよ。え、もう多分私のこと多分好きになってますよね。なんか伝わってくる、私のこと好きなの。T さん、多分。え、明日、あの、川崎チッタで、3時45分ぐらいからやるんで、あの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チケットとかはどんな感じなんですか？川崎チッタのホームページにリンクがございまして、うん、そっから、受付でやってもらうって感じなんですけど。うん、そうなんだ。はい。大体もう。え、じゃあ、あれですか、ネット予約とかじゃなくて、ネット予約で予約してから行くって感じ、はい、そうです。で、なんとそのネット予約してもらうじゃないですか、うんうん、そしてその後受付に行くじゃないですか、うんうん、でそこで、うん、I'm GL 東京推しですって言ってもらえると、うん、なんと、うん、あの初めてということなんで、うん、ユニチェキっていうユニットのそれさっき言ってたやつだ、チェキが取れるっていう、はい、それが無料でできるってことですか。そうです。あ、これ T さんもう行くしかない、もう行くしかない。あ、もう行くしかない。明日行きますよ絶対。いや、お待ちしております。なんか言ってくる、聞こえない、聞こえない。あ、明日一緒に行くよって。誰が一緒に行くって。
いや多分明日多分来てくれるって言ってました、うん、ですよね、うん、よかったよ。こんな可愛い子に言われて来ないわけないじゃないですか。ですよね、もっと神だし、神だし、神だし、神様の言うこと絶対って言わせてるから。犬神コンビなんで、あ、もう完璧じゃないですか。これね、後でもうわらわらたがった方がいい。あ、後で宣伝行かせていただきます。フライヤーをお持ちいたしますので。はい、というわけです。こちら今ちょっと今2人しか書いてないですけど、うん、あとお二人先ほど出ていただいたおさきえるさんとなせばなるさんのサインがここに2つ入った状態でできましたら、こちらを1名様に、プレゼントいたします。で、宛先なんですけども、私のこれツイッターですね、ツイッターをまずフォローしていただいてからの DM をください。そしたらその中で抽選で1名の方にこちらのサインをプレゼントします。イエーイ、すごい、これレアですよ、初サインだし。もう本当だって4人中3人初サインですよ。そうですよ、やばいでしょ。あらららら、そんな、あ、いいですね。でもそしたらじゃあ明日の初ライブって緊張してます？でもどうだろう、緊張よりかは楽しみが勝ってるかもしれないです。なんかもう緊張しないぐらいにはもうなんかみんなちょっとメンタルが壊れるぐらい練習してる。だけど練習はほらみんなするじゃないですか。だけどお客さんを動員してっていうのが初ってことでしょ、うん、そうですね、そうです、自分のお客さんを連れていくのも、うん、初ってことでしょ、ね、ってことは人前で歌うのが初ってことですね、要は。あ、そうですね、それって絶対緊張しません？でも緊張するけど、自分がどこまでできるのかっていう実力を知りたい。すごい、何このかっこいい発言。あ、ありがとうございます。あ、いきなり声低く面白いな。そうなんだ、3人いきなりドドンって初で入るってすごいですよね。そうです、そうです、ね、この前の週が、うんうん、あの前までいた IMGL 東京の2人メンバーがいらっしゃって、それが卒業式の次の週にも新体制なんですよ、うん、そうですよ、はスピーディーな、スピーディーがスピード感マックスの世代交代です。なるほど。じゃあ一応ね、これ今日4人出ていただいてますけども、これサポートメンバーっていうもう一人ピンクの方がいらっしゃるんですか？はい、そうです。こちらの方はレイチルさんっていう方なんですけど、ただいまはあの個人でソロ活動をやっておられまして、あのお助けで来るみたいな感じ。そうなんです、あのメンバーが体調不良とかで人数少ない、うん、どうしよう出られないってなった時に、うん、よかったら出て助けてくれないですかっていう立ち位置の。でも明日は来ないんですね。そうですね、明日は4人でやる、はい、はい、4人で頑張らせていただきます。あ、なんか出てます出てます、ここやだなんか潜在写真、嬉しい、可愛いじゃないですか。嬉しいですね。嬉しい。ハート、ハートになってます、ピンクさん。あ、そうです。ピンクさん、ハート。ピンクさん、ハート。へー。でも、これせっかくだってなんかもう5人でやったらいいんじゃないよとか思っちゃってさ。でもなんかあの、うん、やりたいことをやった方がいいんじゃないかっていう、社長様からのあれで。結構自由が利くんですね。そうですね。いいですね。でもそうやって縛られないアイドルみたいなね。なんかどっちか王道っていうよりも、うんうんうん、なんか自分たちのなんか熱意とかを伝えて、うん、あのファンを虜にするっていうアイドルグループなんで。なるほど。あ、もうファン一人急遽できた。でも赤だからな。赤。GLしたあの赤って、うん、あのチームカラーあの赤あの GL がチームカラー赤なんですよ。そうなんですよ。それを知ってて今日来た。だってもうマスクも赤だし、ジャージも赤だし、ちょっとあでも靴がオレンジだった。視聴者様にはちょっとわかんない。申し訳ない。観覧の T さんはもう今赤で着てらっしゃる。赤い服を着てらっしゃる。そっか。でもほらね、推しメンこれからじゃないですか。あ、多分ね、黄色って。黄色って、あ、黄色って言ってる？あ、言ってる。言ってます。オレンジ、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 リーダー、リーダー、サキエルさん欲しい。リーダー、リーダーに怒られちゃう。あ、怒られるからね。あ、それ怒られる。まあでもね、あれでしょ、DD っていうあれでもいいんじゃないですかね。あ、そうですね。誰でも大好き。誰でも大好き。え、何？
あ、箱推し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 っていうの、箱推しっていうの今箱全員を好きなのは箱推し、うん、箱推し。 DD ってもう古いのじゃん。 DD は、うん、なんだろう、他のアイドルさんとかもいろいろ行ってる方で、うん、そう、箱推しっていうのはそのグループのメンバー全員を好きっていう。すごい、なんか業界用語すごいですね。全然わかんない、言葉が違いますね。難しいですね、ついていけないわ全く。でもなんか知っていけば知っていくほどめっちゃ奥が深くって、うんうん、めっちゃ面白いですよ。まあまあまあすごい。でもこの世の中アイドルいっぱいいますけどもね、はい、でもせっかくね、明日からでしょ。そうです、頑張ってもうね、もうやる気しかない。嬉しいですよね。でもこのまま頑張ってファンをもっといっぱいつけて、そうですね、盛り上げていきたいと思います、ね、テレビとかもバンバン出てもらいたい。いや本当もう出たいですね。出れるように頑張りましょう。頑張ります。頑張っていきたいと思います。はい、ということで残りがもう30秒ぐらいになってしまいましたので、そろそろエンディングでございますけども、なんか言い忘れたことあれば。はい、はい、あと13日に、はい、あの13日と16日にライブがあるので、うん、あのよかったらツイッターで詳細の方を確認お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ツイッターは GL 東京です。 GL 東京です。わかりました。お、出してくれた。早い。公式。公式ですね。そうですね。公式にも載ってますんで。はいはい。じゃあこちらを、まあ、フォローしていただいて、はい、っていう感じですね。はい。はい、じゃあ皆様よろしくお願いいたします。というわけで番組がもう終わりでございますけれども、大丈夫ですか？スタッフさんに確認しちゃって。はい、というわけでですね、今日は I'm GL 東京の4人のメンバーさんにお越しいただきました。じゃあ、後半ですね、アマギラス、大神さんと結城シャチリアさん、はい、ワンワンの2人でした。ではまた、はい、マリ社長のカレーなるカレーナイト第2第4土曜日です。じゃあ次回またです。バイバーイ。